さあ、時刻は7時を回りました。FM 小沢沖きいの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ここからも生放送で FM 小沢のスタジオからお届けしてまいります。ここからの時間は、わらびんちゃ応援ラジオ、PTA、パート楽しく、IA ナのお時間でございますえ。毎週月曜日7時から8時まで生放送でお届けしておりますよ。さあ、てなわけでございまして、えー、進行は私、中野町小学校 PTA5 年生の宮島真一と、 はい。FM 小山の池代めぐみです。はい。めぐちゃん元気元気ですよ。はい。今日はもう8月の22いいです、ね。2でございますね。はい、もう夏休みも終盤。はい、あと1週間ぐらいなのかなそしたらね。ねうん、えー、だと思いますけれども。うん、このいい天気がずっと続いておりますが、なんか、本土の方では台風ね、はい。すごいことになってますよね。なってるみたいですけど、ただね、ちょっとびっくりの台風がいない。 何であれ北から来るね。めくり始めてました、そいつが今、大東島付近でちょっと停滞してるようですけれども、あさっ日以降にちょっと近づいてくるかもわからないと。なんということでしょうって感じなんですけど、今週末、どうしてくれるんだという。今週末はほら、沖縄市は全島エイサー祭りがね、今週、金、土、日と行われますけれども、それもね、台風のこの、 だろう具合によってはね。 もし、そうなったらね、一週間延期らしいです。そうですね。延期はなるんですけどね。うん、なるんですけど、まあでも、なんとか。だってさ、全東エーサー祭なんて全国から、いや、世界からね、それ目指してくるお客さんたくさんいると思いますからね。それを考えるとね、はい、どうにかちょっとこう、少し、もうちょっと離れてくれないか、台風、はい、本当に予定通りにね。ってね、てことを進めたいと思いますが。はい。まあ、台風とは関係ない、この番組は。もっと台風よりも元気な元気な、子供たちが今日はですね、来ておりますよ。 はい、なんとね今月8月はね5エ 月間なんですよ。五億月間、五 <laughs> 億、ね、月間すごいですよ。だって八月、これ三回目でしょ。確三回目です。こんな学校今までなかったですよ。本当ですよ。大体八月夏休みシーズンっていうのはね、なかなかこう集まりがね、うん、ちょっと厳しいなんつってね、あるんですけども、なんて積極的な語役小学しょう。素晴らしい、ありがたいですね。今日はですね、サッカー部と空手部のね、えー、子どもたちがスタジオに遊びに来ておりますので、はい、一体どんな感じで学校生活をしているのか、部活頑張っているのか。か いいいいいろろしていきたいと思います、えー、この番組はリスナーの皆さんからの応援メッセージもお待ちしておりますよ。例えばご育小学校のです、ねえー、関係者の皆さん今まさにご育小学校に子どもたちを通わせているお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん親戚の皆さんご近所の皆さん もしくは、ご育小学校が母校だったというですね、方も,もひょっとしたらラジオを聞いているかもしれません。ぜひ、ご育小学校の、今日はサッカー部と空手部がスタジオに遊びに来ていますので、応援メッセージもどんどん送ってくださいね。FM コザ、E メールアドレスは761、アットマーク、FM コザ .jp です。リスナーの皆さんが持っている携帯電話、パソコン、スマホなどから、ダイレクトに E メールを送ってくださいね。もう一度言いましょう。FM コザの E メールアドレスは、 1> 1ですそして番組はツイキャスそしてユーストリームでも生配信しておりますのでインターネットがつながっているところであれば全世界どっからでもこの番組を聞くことができますのでぜひ気づいた方は拡散していただければななんて思っておりますよ。 ラビンチャ応援ラジオ PTA パーッと楽しくあいえなこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で1時間生放送でお送りいたしますあ、そっか曲なん、ねわ、分かるのある <laughs> あ、見つけられるらん。その中にある。千本桜とかってある。あ、じゃあ、どれか。ね、<laughs> はい、あ、じゃあ、ね。えっと、始まったら、キャプテンから。僕はか、振りますから、自己紹介お願いしますって言ったら。どこどこ小学校、何年生。名前。で。 イエーイってなって、どん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 こうやっていくからね。みんななるだけマイクこうやって近づけて喋ってね。これぐらい。いくよ。時刻は7時5分を回っております。本日のわらびっちゃ応援ラジオ PTA パート楽しくアイえナは語え小学校の皆さんの出番となっておりますよ。<laughs> えまずじゃあ、挨いいきましょうか、ね。ら。皆さん、こんばんは。 さあ一人ずつ簡単に自己紹介していただきましょう。まずはじゃあこちらからお願いします。ご育小学校5年島尾龍星です。龍星くんよろしくお願いします。イエーイ。そしてご育小学校5年テリアリクです。テリアリクくんよろしくお願いします。はいそしてご育小学校5年の平田あるとです。はるとくんもよろしくお願いします。そして 育小学校1年木く、うんキナシンよろしくお願いします。1年生ですよ。かわいいね。さあ、次。五年、あ、5く小学校5年、きなてるです。きなてる君、よろしくお願いします。いいね。短い名前だね。いいね。さあ、そして。はい。いいよ。何言っていいよ。はい。 505年、諸見里いきです。早口、あなたえ5年生の諸見里愛貴くんも来ております。じゃあ、今日は皆さんよろしくお願いします。よろししくお願いしますさあ、五百小学校こ,こ,このチームはサッカー部。キャプテン、マイクを持ってしゃべってくださいよ。キャプテンは誰霜降りゅいです、はい。キャプテンは島袋りゅうせいくん。りゅくんは今、5年生か。はい、サッカー楽しいかい はい。いいですね。え、最近なんか大会があったのこれからあるの試合がありました試。試合ありましたはい。いつだったのいいよ、そんな正確に言わなくても。20日です。この間、20日ね。うん、ね、え、それはどんな大会だったの沖縄市の大会県の大会なんか。あ、練習試合練習試合。キャプテン、わかんない。わかんないはい。<laughs> 練習試合だったの はい、ゃあれどこと戦ったの試合はです島袋小学校、はい、島袋小学校どうだったの負け,ました負けちゃったのあれ何対何だったの ?8 対08、はい、対 0! わお結構負けたね負けちゃったねそれは何なんなんこの負けた原因を竜星君キャプテンとしてちょっと教えてくんないかなリク,リクがしが喋ってもよリク リクどう,思う今回の敗因は一体どういう感じだったんでしょうかポジションが悪かったですポジションが悪かったはい他にも聞いてみようえー、っとじゃあハルトにも聞いてみよう、はい、ハルトなんで負けちゃったのと僕もポ,クポジションが悪かったと思います、うん、ポジションが悪かったうんしんくんしんくんは試合出れたのかなし、うんくんはまだ1年生だから出れないかそか、えー、っかえっとじゃあてるくんはえっと みんな足が動いてなかったです。なるほど、足が動いてなかった。足が止まっていた。あいきはどう思う?。あいき。なんで、なんでマクトン。声が出てなかった。った <laughs> いいですね。えー、キャプテン。りゅうせ君、えー、っとね、このサッカー部のコーチ、監督は誰?。仲間監督です。仲間監督、今日いる?。今日来てない。い今日来てないの仲間監督、どんな監督ですか?。 優しい監督、厳しい監督、うん、ちょっと厳しい監督です、ちょっと厳しい監督、あー、りくはどう思う、監督、仲間監督、いや、怒るときは怖いけど、うんうん、あの怒ってないときは優しい、そっか、なんかさ、サッカーを教えてくれるときにさ、なんかいろいろアドバイスをしてくれると思うけど、こん,こんなこと言われたとかっていう最近、なんかあったり星うせい君、仲間監督に。うん ありませんありませんなんか,なんか,なんかない頑張ってとかもうちょっとこう蹴ったらいいんじゃないかとかなんかあるでしょ、うん、キャプテンはシャイだね <laughs> リック教えてうんなんかコーチに言われたこと監督に言われたこと<ー>これは敗因は監督にあるのこれなるほどなるほどこれさみんなサッカーさ なんかやる始めたきっかけとかいろいろあると思うけどさアイキなんでサッカーやろうと思ったの教えて教えてアイキいいよ好きな選手とかもいるでしょきっといないのじゃあなんでやってんのサッカーなんでだったっけなでだったっけでだったアイキ思い出してなんでサッカーやろうと思った思い出して漫画見てた違うなんで誰かに誘われた違うん テールラジオだから喋ってねえお願い寂しいおじさんねえア教えてじゃあサッカー楽しいサッカー楽しい<れ>うんそうだよはいラ,ラジオだから喋ってどんな時が楽しいですかサッカーやってる時、うん、練習してる時練習してる時楽しいどんな練習してんのうん今十。0日とかパスパスとか 明日の練習とかしてるんだなるほどそういう時声出してやってるはいおいいいねもっと声出したら勝てるんだろうなきっとなな <laughs> なおい <laughs> えーキナテレ君、はい、なんでサッカーやろうと思ったのなんきっかけ教えてえっとうん有名な選手を目指したかったからです、うん、有名な選手たくさんいるよねいろんな選手ね好きな選手名前教えて いっぱいいるよねネイマールですネイマールいやーすごかったねあれ見たオリンピック見たリオどうだったネイマールうまかったです上手いよねいつか出たくない日本代表出たいです出たいよね日本代表だとどの選手が好きてるくんはえっと、うん、岡崎選手です岡崎いいね岡崎選手のいいところを教えてくださいえっとずっと ずずっっっっとと走走ててるかららですずっと走ってるすごいよ、ね、止まらないよよねね止まなさっき言ってたもんねてるくんね足が止まってたから負けちゃったっつってね <laughs> 止まらない体力欲しいよね <laughs>、はい、体力つけるためにはどうした方がいいんでしょうかえっとグランド一日10周とかしたり、うん、<laughs> グランド一日10周できるかなできないと思います <laughs> <laughs> やってみてねでもね、はい、どこまでできるかねさあ一番ちっちゃな1年生しんくん んくはひょっとしたらきなって名前だからてるくんの弟かなはいそうしんくんはサッカー好きはいサッカーなんで好きお兄ちゃんが好きだから <laughs> お兄ちゃんがやってるからお兄ちゃんがやってるからサッカー楽しいですかはいいいですね頑張ってくださいよはいはい <laughs> ありがとうはる <laughs> トくん <laughs> 悠く、はい、君はどうサッカーやるきっかけ誰かに誘われたとかえと友達に誘われましたおどの友達じゃあ政宗あとで話聞いてみようねはい政宗はどんなやつですか面白いです。面白い政宗君の面白いところどんなところと僕を笑わします笑わしてくれるはい後で笑わしてくれるなんかやってもらうかな <laughs> 正宗 <laughs> <laughs>、まあ、君そっかサッカーはみんな仲良くできてますかはいおいいですねチームワークはいいと思いますかうん微,妙微妙か微妙かそこをちゃんとこう,うまくいくと試合いい結果が出るかもしれないね、はい、はい。ななるほど分かりましたさありくくんりくくんはサッカーをやる始めたきっかけキャプテンに誘われましたおキャプテンに誘われた流星に誘われたなんて誘われたの、はい えっと、一緒にサッカーやろうってその時もうすぐ2つ演じジで「うん、おやろう」って言ったちょっと考えてちょっと考えた <laughs> なんで考えたのうん、うん、ちょっと遊び、うん、遊びたいからか遊びたいよね何して遊ぶの今の近頃の小学5年生はうんうんゲーム,ゲームどのゲームが入ってんの今、うん、もう今サッカーばっかりだでも、うん そっかそっかそっかじゃあり星うくんまたキャプテンに話を聞こうさあ勉強も頑張ってますか、はい、ちなみに今小学校の夏休みの宿題ってどんなことやの5年生だったらり星うくんが今やってる宿題どんなのプリントですプリントどんなプリント算数のプリントです算数のプリント全部終わったあまだですまだ終わってえ学校いつからね3030 30日から、はい、どう間に合いそう わかりますわかりません、せん <laughs> 頑張ってくださいよはい、わ、はい、かりました、なるほどね、みんなまあ、いろいろね、サッカーも大変だし、勉強もたくさんあると思いますけども、その近いうちにまた試合があったりするのかな、キャプテンこれから来週の土曜日にあります来週の土曜日、これはもう練習試合じゃなくて、本番 わか,かんないいろいろ分かんないね、キャプテンね。はい、今度教えてよ、ちゃんとね。はいはい、あそうか、そうか。じゃあ、次、その来週の土曜日はどこと対戦するかもう決まってるの <laughs> まだ決まってない,いま。まだ決まってこれからか。じゃあね、せっかくなんでこう、次の試合は、もう8対0なんてゲームじゃなくてさ、もう勝ちたいよね。勝ちたいよね。はいはい、ぜひ意気込みを、キャプテン、教えてください。来週の試合に向けて。 みんなが声を出して、うん、最後まで走れる試合をしていです。最後まで走れる試合いいですね。じゃあ監督にもちょっとなんかメッセージ言っとこうか意気込みね。一勝しますとかさ。なんかさ、一勝して監督を胴上げしますとかさ。<laughs> <laughs> くすくす笑って<笑> 頑張ってよはい、はい、ありがとうございますじゃあみんなちょっと聞こうかなせっかくなんでねやっぱり負けた試合からいろいろ反省するところもあると思いますよさありこくん、次の試合はどんな風に動きたい、うん、みんなが走って、うん、パスをつないでゴールまで行くそうだねパスはつなぎたいよねなるほどパスサッカーできるように頑張ってくださいよはいはい,いいですねいろいろ見えてきたよじゃあはるとくん。みんなで走ってみんなで戻りたいですみんなで走ってみんなで守ってね。それで勝ちたいと いいですね。さあ、しんくんにも聞こう。しんくん、これからもサッカー続けますかはい。はい、はい。サッカーとゲームはどっちが好きですかサッ,サッカー。サッカーサッカーサッカーって。<laughs> はい。ありがとう。頑張ってね、しんくんね。はい。じゃあ、次は、てるくん。はい。きなてるくん、次の試合、どういうふうな試合運びにしたいえっと、みんなが走って。うん。 みんなで守って、うん、みんなで全部、うん、みんなで全部を、うん、あ一応全部勝っていきたいです <laughs> いいっすね一応全部ね <laughs> クリアしていきたいねいろんなことをね勝つためにねはい頑張ろうじゃあ次は諸見里愛くん次の試合どういうふうに運びたい試合運びしたい、うん、みんなが声を出してる試合、うん、もう一回言って,もう一回言ってみんなが声を出してる試合そうだよね声が出てたらね気合入りますからね、はい、頑張ってよ さあ、この番組ではですね、いつも参加してくれている、ね、えー、子供たち、大人の皆さんもそうですけれども、みんなそれぞれ将来やってみたいこととかね、チャレンジしてみたいこととか、そういうのを必ず最後に聞いてますので、漏れなく今日もですね、みんなに聞いていきたいと思います。じゃあ、まず、愛貴くんから聞こう。愛貴くん、大きくなったら何かやってみたいことありますか何でもいいよ。行ってみたいとこでもいいし。何か、何か言って言ったらこれ、あれよ。 現実になるかもしれないですよ。やってみたいこと。何でもいいよ。何でもいいよ。何でもいいよ。あの、いろんなラーメン屋さん行きたいとか。ね。<laughs> なんかあるあいどっか、じゃ行ってみたいところ。行ってみたいところ。ないのマジじゃあ今度サンタさんにお願いするのは何な何て考えてるないの マジでじゃあ今日の夕飯何食べたいないの <laughs> マジでじゃあ明日朝あそこは何食べらしたわからない,からないそっかじゃあ今日テレビでスマスマ見るそれん <laughs> スマスマ見ないあそうじゃあ後で俺もう一回聞いていい好きな食べ物何、えっと、納豆好きな食べ物ないの白米白米おおいいですねやっと聞けたよ 聞けた言葉が白米。みんな大好きです。ありがとう。はい、じゃあ次は。キナテルくん。きな、はい、テるくん、大きくなったらやってみたいこと。えっと、サッカーで世界に活躍したいです。聞きましたか、皆さん。サッカーで世界で活躍できる選手になりたい。はい、ネイマールみたいに、はい、岡崎みたいに、はい、行ってみたいチームはどこですか、えー レアル・マドリード言っちゃいましたねレアルマドドリードすごいですね何億稼ぎましょううんと10億いき <laughs> わかっこいい言ったねいいっすねぜひ現実になるように頑張ってくださいねはいありがとうはいじゃあ次はキノシンくんシンくんは将来大きくなったらやってみたいことサッカーうんサッカーずっとやり続けたい はい、いじゃあお兄ちゃんについていけそしたらなれるはずよね、はい、ち,ちなみに好きな食べ物は何ですかカレーですカレーいいですねカレーいっぱい食べて大きくなってねはい、はい、ありがとうじゃあ続いて平田春斗君、はい、大きくなったらやってみたいこと漫画家になりたいです漫画家いいですねちなみに好きな漫画は何星のカービィの漫画です星のカービィってあれゲームだよね漫画も漫画もあるんだへえどんなお話なの ボ,ボケとかそういいうう感じののボケとかが逆漫画はい、そうなんだいいですねじゃあ今まあ漫画描いてるとか絵描くの好き今は嫌いだけど大人になったらやってみたいんだチャレンジしてみたいんだ、はい、ぜひサッカーの漫画とかもいいんじゃない分かんないか,なか、ね、いいですねでもやってみたいこと漫画かいいですねじゃあ続いてテヤリクック将来やってみたいこと富士山登ってみたいああいいっすね富士山か俺行ったことないな富士山行ったことある 行ったことないですないか<う>飛行機からこう見たりとかはあるないですかすまだじゃあ一瞬も見たことないんだ富士山すげえな今本当はサッカー選手って書いてたので変えたな、うん、ねいいですね富士山かでもねこ言ったからね必ず叶うと思いますよ頑張ってねおいじゃあ次キャプテン、はい、島袋龍星将来やってみたいこと将来の夢なんか教えてください 日本代表になって、<う>ワールドカップで優勝してです。言ったな、キャプテン。さっきまで静かだったのに。<laughs> 絶対違うこと言うと思ったのに。日本代表、キャプテンになれたらすごいね。はい、すごいな、いいな、いいな、ぜひみんな、今、ちゃんとね、言葉に出して言ったからきっと近づくと思いますので、頑張ってほしいと思います。ではですね、一曲挟んで、じゃ次のチームとバトンタッチをしたいと思いますけれども、えっ、ー、と、めぐちゃん、ど,どれにしようか。 千本桜、千本桜これ、リクエストしてくれたのは、白米が大好きな諸見里愛貴君のリクエストソングをお届けしましょう。千本桜 さあ、時刻は7時25分を回っております。お届けしているこの番組は、わらびんちゃ応援ラジオ、PTA、パーッと楽しく IA なのお時間でございます。今週は、ごゆく小学校のみんながスタジオに遊びに来てくれておりますよ。そして番組では、リス、えっと、メッセージですね。えー、お待ちしております。ツイキャス、そしてユーストリームでも生配信してますので、そちらもチェックしてくださいね。ツイキャスでメッセージポチポチいただいてますね。えー、っと、 なんだあ、日本を背負う子供たちがたくさんですね。と、メッセージが来ておりますよ。素晴らしいですね。えー、そして、E メールでもメッセージいただいております。紹介しましょう。ラジオネーム、あらかちやいびんさんからメッセージをいただきました。えー、今日もご役所の子供たち、よろしくお願いします。サッカークラブの子供たちは少しシャイですね。えー、たくさんご飯を食べて、たくさん走って、大きな声を出して、次の大会頑張ってくださいね。と、ラジオネーム、あらかちやいびんさんからメッセージ いたただきました、えー、そしてもう一方ラジオネームユリナとシュンとシュンととミキのママですさんから頂きましたすごい今月の五育小学校明るい子どもたちの声で五育最高上等でした可愛か,かったですみんなちゃんと話できているできていて6年生がいないのにすごく落ち着いていましたよ そして、サッカーの練習も頑張って、もっと声出して、勝つ試合をしてください。とても明るくみんな仲良くしてね、楽しくラジオを聴いています。そして、空手の強い3人も聴いてますからね。えー、なあなあ、緊張しないで話してね、と。ラジオネーム、ゆりなと、しゅんとと、みきのママですさんから応援メッセージが届いております。どうもありがとうね。もう一つ紹介しましょう。いっぱい来てるの今日メール。嬉しいね。ラジオネーム、ルクリキママさんからいただきました。お、ルクリキママさん。はると、 サッカー頑張っててキラキラしてて、尻かっこいいね。ルキも、リクも、キのおばさんも、三重県から応援してるさ。これからも頑張ってね。沖縄帰った時に、ハルトたちに会えるのを楽しみにしてるさねと。ラジオネーム、ルクリクママさんからメッセージをいただきました。どうもありがとう。みんなすげえ笑ってるけど、なんで笑ってんのみんな。どうしたの <laughs> さあ、えー、次のチーム、また同じく、えー、小学校のサッカーのチームがスタジオに入っております。皆さん、こんばんは。 こんばんは,はいじゃあ一人ずつですね自己紹介していきましょうじゃあこちらからいきましょう、えー、とどこどこ小学校何年生名前でお願いします五育小学校5年テリアリツですレく君よろしくお願いしますはいそして五育小学校5年の中地いぶきです伊く君よろしくねそして五育小学校の三年あむくうかです豊くか君もよろしくお願いしますそして 五百小学校の五年アメクマサムネですアメクマサムネくんよろしくお願いあれこっちは兄弟はいおい,いいですねそして五百小学校五年の上原慎太郎です上原慎太郎くんもよろしくお願いしますさあ同じくサッカー部のメンバーが来てますけれどもリツ君にちょっと話聞こうリツ君、はい、学校で頑張っていることはんだ勉強と部活です勉強と部活勉強はどの科目が得意なの体育です体育やっぱり 五年生の体育ってさ体育の授業ってどんなことするの?。なんだ。っけプール?。プール?。プールと?。プールとサッカーもやる一応。やんないの?。マイクで喋って、ラジオだから。走り幅跳び。走り幅跳び。うん。ハードル?。ハードル?。お、ハードルもやるんだ。うんうん。そんなもん?。体育以外の科目は頑張ってないの?。 理科理科,お理科のどんなところが好きなのなんか今の樹勢とかいろいろだって、うんうん、植物のはいそっかそっか楽しいですか学校、はい、いいですねなんかね聞いたらね律子もキャプテンなんだってサッカーの、はいね、サッカー部の、えー、とキャプテンは何名いるのそしたら3名です三名いるんだねじゃあさっきの流星君はその中の一人なんだはいそっかこれなのにキャプテンってさ、はい、自分がやるみたいな感じでやるの、はい、それともみんなが ほうが,がいいとかってそういう感じなの、まあ、うんうんそんな感じ、うん、そんな感じもあってじゃあリーツの場合は自分でキャプテンやりたいっつったんだ、はい、いいですねなんでキャプテンやりたいと思ったの去年キャプテンやって、うん、今年誰もいなかったのでうん、うん、と自分やってもう一回やってみようかなと思って手を挙げましたすごいキャプテンやっててさ、はい、なんていうのほら まあ責任というと重いかもしれないですけれども、はい、なんかこうあるじゃないそのなんてつうのやりがいっていうかさキャプテンやっててこういうときが気持ちがいいとかってなんかかありますか、はいうん、みんなにちゃんと伝わること、うん、あみんなに伝えたいことをちゃんと発信できるから、はい、そっか最近メンバーちょっとこの間8対0っていう試合で負けちゃったみたいですけれども何が足りなかったと思うキャプテン梨ツが見てる感じで言うと。まあ、みんなこん 最近、最近、うん、練習も。できてなかったので。うん、あそっかそこは、うん。練習しっかりしたい。練習不足か、じゃ、あこれからやることいっぱいあるね。はい、頑張ってくださいよ。はい、じゃ、あ続いて、エブキ君。エブ君、どう、学校楽しい?。楽しいです。いいですね。あ、マイクに向かって喋ってね。学校で頑張ってること、サッカー以外に、他にどんなこと頑張ってる?。勉強です。勉強、すごいね。みんなしっかり勉強って言うんだね。 どの科目が好き算数です算算算数数算数か算数って5年生の算数だとどんなのがあるんだどんなの勉強するんだ小数の割り算とか掛<お>け算とかそういう感じのほんとえっと成績で言うとさ今何5段階とかなのかな昔はさオール五とかって言ったけど最近違うの 二重丸と丸あ、そうなの丸三角。丸三、はい、角、四角四角もあるの四角。はないよな。そっか、その中でも算数は一番得意か。はい、いいですね。ぜひぜひ。このまた算数もね、あの、なんだろう、将来たくさんいろいろ使えると思いますけれども、まあそうね、サッカーでいうとあれだな、得点たくさん取りたいね。たくさんね、足し算ができるサッカーしたいね。 たくさんゴール決めたよなそっかじゃあ続いてあめくゆたかくんゆたかくんどうですか勉強も頑張ってるのはいそっか夏休みの宿題どうあんまり終わってないあんまり終わってないあと1週間しかないぜあとどんな宿題が残ってんの朝5分ドリルっていうのとうんドリル夏休みごうん、夏休みごう頑張りの、うん 頑張りの音。あっ、頑張りの音。そっかそっか。あと、うん。テスト間違え直すか。うんうん。まあまあ残ってるな。結構あるな。間に合うか間に合わない。頑張ってよ。はい、そっかそっか。その中でも好きな科目は何ですか学校の科目いろいろあると思うけど授業。いっぱいあるでしょ 例えば全部教えて3年生だとどんなのがあるの<数>国語算数,算数理科理科、うん、以上以上嘘だ国語はあんまり好きではないあ好きではないそうかそうかそういうことかあじゃあ他にどんな授業がある教えて授業だけ教えて得意とかじゃなくてもいいから国語,国語でしょ体育 体育、うん、理科、社会、社会あと、うん、あと、英語もある？<ん>英語もある？なんか英語喋れる先生とかがいて、なんかそういう授業もある。あ英語ある。英語英会話みたいなあるよね。他には？ う。他にはないと思う,と思う <laughs> そっかそっかえー、じゃあさあ音楽があったあ音楽があったなそうだよ音楽があって音楽好きうん音楽いいよね楽しいよね、うん、えー、3年生だとどんな音楽が好き、うん、リコーダーリコーダーうまく吹けるうん何か今日持ってきてくれよかったのにねえまた今度持ってきてねはい、はい、ありがとういいっすねじゃあ続いて正宗くんあめく正宗くんはい学校は 楽しいですか。はい。どんな時計が楽しいですか。休み時間,休み時間。休み時間。休み時間。五百小学校の五年生は、男子は休み時間何して遊ぶの。最近、うん、あんまり外出ない。かな。そうなの。はい、外に出てた時は何して遊んでたの。サッカーか鬼ごっこくらいです。あ、鬼ごっこか、鬼ごっこってさ。あの、盛り上がる。 あんうそ俺小学校中学校の時骨折するやついたな逃げ回ってそんなやついなかったい,いえいるいた,いたの<誰>怪我するやついたいやなんかうんどうしたんうん言えないやつ言えないやつなのこれこっそり教えてあ,あれはあれ,あれは鬼ごっこじゃない鬼、うんうん、ご,ごっこじゃないやつって何ねん みんなで下の公園まで行こうとしたら慎太郎が石で何もないところでこけて骨折鬼ごっことかじゃなくて歩いてて何もないところでこけて骨折したのは慎太郎。 あ全然関係ない話になってきた面白いですねさあサッカーの話に戻そうか正宗君サッカー楽しいですかはいやっぱりさ俺正宗君見てると思うんだけど結構好きな選手いるでしょう憧れの選手あんまりおそいないのなんでサッカー始めたの,あのうん友達がほ,ほとんどみんなサッカーやってるから、うんうん、面白そうだなって入ってみました入ってみたそしたら楽しい はい。いいですね。じゃあ、いいじゃないね。はい、そうか、そうか。ぜひ次の大会も頑張ってくださいよ。は,い、はい、ありがとう。じゃあ、続いて、もう一人キャプテンいますよ。ね。はい。上原慎太郎君。はい。慎太郎くんは何、サッカーやるきっかけって、どう、どういうところから始まったの?。りくさんとりくさんに誘われて。誘われたんだね。どうですか楽しいですか?。はい。いいっすね。もう骨折治ったの?あ。はい。りまも直した。ど、どんだけ直した?。ギプス巻いて。ギプス巻いて、マイクしま。 ギプス巻いて美味しいご飯食べてでまた転んで <laughs> <laughs> みんな可愛いね自分の出番になったらさ他の子の出番だとずっと喋ってんだよみんな自分のなったら黙っちゃうところがまた可愛いですけれどもサッカー以外で学校で頑張ってること慎太郎教えて算数と理科と部活ですうん、うん、算数と理科と部活すごいね じゃあ、まあ、漏れなく聞くけど宿題はどうなの夏休みの宿題頑張りだけですあと頑張りだけ、はい、頑張りノートってさ俺あのみんななんか自由にやってるみたいですけどど,どんなこと書くの頑張りノートってテス国語のテストを間違ってるところ国語のテスト間違ってるところをもう一回間違えないように頑張ると頑張りノートあっ何何 算数のテスト間違ってると間違ってるところそれがたくさんあればあるほど頑張りノートたくさん書かないといけないんだこれさ頑張りノートってあの結構あのもうやりたくねえみたいな人も出てくると思うんだけどどうですか頑張りノート続けてやりたいですかい,いえい,いえ <laughs> <laughs> い,いえいえそっか頑張りノートでも普通普段のテストがうまくいけゃね,いいね頑張りノートは別にちょっと少なめでもいいとかってだったらいいのにねはいそうだよね 先生に言言ってみてみえるいいや無無理です無理でですす <laughs> かんないよ聞いてくれるかもしれないですしね、うん、さあそっかそっかみんなそれぞれねまたいろ学校を楽しんでるみたいですけどもじゃあここでまた漏れなくみんなの将来やってみたいこととかですねそういうのも聞いてみたいと思いますよじゃあレッツくんやっぱりそりゃそうだよねサッカー頑張ってるもんねサッカー選手なんでサッカー選手やりたいの将来まで。 サッカー選手が輝いて見えるからです、うん、これ「輝いてる」って書いてるのりつくんのメモはさサッカー選手が「がががヤやいてるから」って書いてるよサッカー選手ががががやいてるから漢字 <laughs> 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 の練習頑張りの音だなこれな <laughs> でもそうだよね、うん、そうだよねりつくんね,ねサッカー選手テレビで見せたらみんなかっこいい選手は輝いてるもんね,ねでも大丈夫りつくんも今度の試合で輝きを見せてくれ 輝を見せるためにはどうしたらいいんでしょうか、サッカーで走って、走ってで攻める、走ってて攻めてそして、最終的にはシュート、そしたら、そのシュートは入るの、入れないの入る,入るよね、入ったらどうなんの、この試合は、勝つの、負けんのその試合で、うん 決まります勝つよね勝つゲーム見せてくださいよ、うん、はい頑張ってくださいありがとうさあ続いて中地えぶきくんえぶき将来大きくなってやってみたいこと教えてくださいレントゲン技師おっとここでレントゲン技師びっくりだよ俺なんでレントゲン技師病院に骨折みたいな感じになって行った時にうん、うん 優しく接してくれたりしてから優しくそうなんだレントゲン技師の人たちがかっこよかったんだ輝いていたんだきっとはいそうか骨折か慎太郎骨折も治った大丈夫よえじゃあいぶきも骨折したことがあるのあ骨折までは行くかなーおーなん怪我してひび入ってるかもしれないっつってレントゲンしたんだはい ああそっかそっかでも面白いね子どもたちってえ何かしらこういうね経験した時に目に飛び込んできたもので将来がひょっとしたら決まるっていうことがあるかもしれないですね僕の友達にも何名かレンントゲン技師いまますすよよ頑張ってますよ、うん、その人によっては例えばスポーツ選手の、ね、ためのだけの,その病院とかもあったりとかしてそこでプロの選手のね、えー、体を見たりとかそういう仕事もあるってよ。 ねそういうのもできたらいいんじゃない、はい。いですね。頑張ってください。みんないいね。目がキラキラしてって。さあ、続いて、アメク・ユタカ君。君はい。アメク・ユタカ君は大きくなってやってみたいことを教えて。ビートボクサーです。ビートボクサーな、はい、ななんでビートボクサーって。口で音を出すとか。ああヒューマンビートボックス。はい。ちょっとやってみたできるか。ちょっとだけでいいよ。一回だけ。一回だけでちょっとだけ。ワン、ツー、スリー、フォー。 <laughs> <laughs> すげえ俺びっくりしたどぎもを抜かれましたよちょっと待って俺もできるかな俺もちょっとやってみたいと思いますよワンツースイーフォー <laughs> できてるこれいやできてないあそっかいいねなんでこれビートボクサーやってみたいと思ったの動画でうん廊下で <laughs> あっ動画で <laughs> あ動画で <laughs> 廊下でやってんのかなと思って俺 <laughs> 動画でやってる人がいたからちょっと興味ができてやってみようかなって思いましたいいっすかっこいいもんねこれまた輝いてるのを見ちゃったんだねヒューマンビートボックスでねそっかちょっともう一回やってもらっていいワンツースリーフォーありがとうございますかわいいね最高ですありがとうございます続いてあめくんまさむねくんまさむねは将来やってみたいこと何 ゲームクリエイターです。ああ、ゲームクリエイター、これやってみたいって,言って結構多いよね。なんでこれやってみたいと思ったの?。今までのすごいゲームより。うん、本当にスリーリーで飛び出してくる<お>ゲームとか、作ってみたいからです。すごいね。ゲームの世界もね、ひょっとしたら、これから五年先、十年先、二十年先って、今とまた。全然違ってるかもね。はい。ね。すごいな。いろんなこう想像力を。ね、えー、き立てるような、また、いろんなそれするためには、勉強も必要だと思います、ね。 はい、頑張ってくださいね。はい。ちなみに好きな食べ物は何ですか。白米。白米。何。何。いろいろ。いろいろ好き、オッケー、分かったじゃ、豊か、もう一回マイク持って。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとうございます。何ですか。 <laughs> いい,い <laughs> じゃあ最後です上原慎太郎君キャプテンはい、はい、やってみたいこと何でしょう弁護士です弁護士,弁護士あれこっちには消防士って書いてるよ変わったはい弁護士に変わったのねすげえななんで弁護士お金がいっぱい入るからでもこれ大事だよね、はい、仕事するからに、ね、やっぱり報酬が多い方がいいよねはい弁護士になるためにはどうしたらいいんでしょうか勉強勉強しないとね そうだよあの例えばどっかでね何もないところで転んで骨折しちゃったよ <laughs> 訴えてやるみたいな人が出てくるかもしれないもんね。ね今回はどこにどこも訴えなかったの、はい、<laughs> そっか弁護士になってたくさん勉強しないとねはい、はい、頑張ってください。さあなんとなくこれも時間もね意外と結構同じ時間になってきましたねさあみんな今度の試合頑張ってくださいよ。はい、はいあ、はいはい、ありがととうございますすじゃあですねえー、っと 太郎くんはい慎太郎くんのリクエスト曲をチョイスしたいと思いますよいいですかはいじゃあせっかくなんで <laughs> 慎太郎くんにね曲紹介をお願いしたいと思います「何々で何々」って言ってみてください3代目 JSOULBROTHERS の「ブラザーズの」の流星です、うん <laughs> <laughs> 県流同社会。あ,あ、こっちに書いてあります時刻は7時47分を回っております。お届けしているこの番組は、わらび茶応援ラジオ、PTA、パーっと楽しく IA ナの時間でございます。今日も FM 講座のスタジオから生放送でございます。今日は、五役小学校のみんながスタジオに来てますよ。で、ここからは、空手やってる子供たち、スタジオに来ております。皆さん、こんばんは。こんばんは、えー。ではですね、自己紹介を。 こちらからお願いしますどうぞ五育小学校5年の宮城かなたですかなたくんよろしくお願いしますはいそして五育小5年の高谷園奈奈です。奈奈さんもよろしくお願いしますそして五育小5年の奥真由ですはいありがとうございますよろしくお願いしますさあじゃあかなたくんから話を聞いてみようかなたくんは空手すごいねいつからやってんの幼稚園生、うん、幼稚園 はい、幼稚園からやってるってことはもう何年だもう5年,5年6年目ぐらいになるのかなそしたらな、はい、空手どうですか楽しいですか、はいえー、誰の勧めで空手やろうと思ったのアニメのキャラクターに憧れて入りアニメのキャラクターこれに近づいてしゃべってこれにそうそうそうアニメのキャラクター、はい、なんてアニメ教えてとワンピース,あワ,ンピースワンピースもほらいろんなキャラクターがいるじゃん誰う うんゾロゾロ、うん、俺実は読んだことあんまりないんだけどねそいつがすごいんだ、うん、すげえなそっからで空手を始めて今でもそれは好きはいそっか空手ねそれで最近あれだ県大会も行って九州大会も行ったんだってはいおすげえなやっぱ九州大会まで行くとみんなすごいかはいおどうだった結果は結果は1回戦であ一1回戦で負けちゃったのね、はい、でもすごいよね 行けたのはすごいよね。県大会ではじゃ上位にいたんでしょ。はい、県大会ではどんな結果だったの？県大会では3位でした。うん、3位がすごいじゃあこれ九州までチャレンジできてよかったね。はい、あ素晴らしいじゃあ続いて高安奈々さん。奈々さん、空手どう楽しい？はいは。えっと奈々さんは何かにあれしてるの所属してるのその空手の。 なんとか会とかって書いてるけど。剣流同士会。うん。かちゃんと喋ってよ。剣、う、流、ん、同士会。剣流同士会そこにいてえー、いつからやってんの？一年生の時。一年生の時から。1> 1年生の時から空手楽しい？はい。痛いこと聞くとかない？なんか怖い時とか。あない。でも大体あれか肩とかをやるのかな？はい。そうなんだ。やってて気持ちいいっていう瞬間はどんな時 買った時、うん、買った時そりゃそうだよねほらあれってさこう声を出すじゃないえいとかってってさあれってさ言ってる瞬間ってすげえ気持ちよくない、ね、ちょっと今その雰囲気でちょっと一発いただいてもよろしいですかね聞きたい聞きたい聞きたいちょっと集中してから集中してからはい自分のタイミングでいいよ俺数えた方がいい、はい、自分のタイミングでいいよかしえい!」っつっていつもの雰囲気で。 えい絶対 S だよねもっとすげえのですよねいや俺もちょっとじゃあチャレンジしていい俺チャ,チャレンジしてい,いきますよんつってね、えー、ふざけてしまいましたけどもカラ俺やってるって言って本当憧れるんだよねもう一人紹介しましょうか奥間優くん、はい、優くんは全国大会行ったんだよね、はい、あそっか奈々さんも行ったんだよね全国ね、はい、奈々さんは全国どこまで行ったんだっけ ベス,ト16ベスト16ってすごくないですかねえそしてゆうくんは二回戦で負けてししままいました ?3 回戦3回戦,3回戦まで行ったんだでもすごいよねえどうだった、うんうん、みんな迫力があって気持ちで負けてしまいましたあ自分でちゃんと分かってるんだ気持ちがちょっと足りなかったんだねなんかいっぱいメモ持ってるけど何て書いてるのうん何て書いてるのこれ 空手の練習メニューとどこからどこまでの大会とかせっかくだから全部読んでいいよこれ読むためにきっと持ってきたと思うのでどうぞいいよ沖縄市美郷にある剣竜同士会という道場に通っています。 時間六時半から八時まで練習を頑張っています。八、うん、月七日に全国大会のために頑張ってきました。今は十二月の組手の大会と来年の五月の大会に向けての練習を頑張っています。うん、すごいじゃん。十二月にあるんだね。また大会がね。うん、そうか。優くんの空手を教えてくれる先生の名前を教えてください。あ、新庄隆弘先生です。新庄隆弘先生にメッセージを一言お願いします。 いつも空手を教えてくれてありがとうございますわあ素晴らしいですねありがとう奈々さんも同じ先生はいじゃあ先生にじゃあまた一言お願いします奈々さんからも先生が教えてくれたから結果残したのでありがとうございます先生が教えてくれたから結果がついたとはあ素晴らしいですねかなたくんも言っとこう先生に一言。は言はい,い大きな声で言ってよいつも教えてくれてありがとうございます 次の大会は次の大会はいい結果を残すように頑張ります。素晴らしいですね。これからも頑張ってくださいね。はい。はい。じゃあサクッとねあの最終最後にちょっと時間ないですけどみんな将来やってみたいこと聞いとこう。カナタくんきくなってやってみたいこと。お父さんがやっている仕事です。お父さんがやってる仕事これ嬉しいお父さん今日来てんの？はい、いる。お家にいます。お家で聞いてる？ 本当お父さんどんな仕事してんの電気関係嬉しいですねかなたくん君はお父さんの背中をしっかり見ておりますよ奈良、うん、さん将来やってみたいこと警察官になることですもうなれますあなたは絶対になれますよ頑張ってくださいねはい白バイにも乗りたいのはい絶対になれますよ頑張ってくださいゆうくんはケーキ屋さんになることですおおすごいね空手の型を使って <笑><笑> <laughs> いいですね、ぜひみんな将来やってみたいこと口に出したからね、必ず現実になると思います頑張っていただきたいと思います。さあ、本日のお別れナンバーは、奈々さんのリクエスト曲、曲名教えて、何これ、言って、あ,あなたが書いたんじゃないの、うん、言って,言っていいよトトリプル、うん、トリププルル A A ですの お聞きながらお別れしたいと思います。本日のゲストは五役小学校のサッカー部、そして空手部の皆さんでした。えー、今日スタジオに来てくれたお父さんお母さんの皆さん、本当にありがとうございました。来週は中野町小学校ですよね。 はい。中野前小学校はゲストできます。また来週も聞いてくださいね。わらびんちゃん応援ラジオ、PTA、パーっと楽しく会えなこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で1時間生放送でお送りしました。また来週お会いしましょう。じゃあみんなでさよならっていうね。いきますよ。せーの。さよならまた来週